はい、それではルームファクトリー3スペシャルの続きをやっていきましょう。おやすみなさーい。おはようございます。春の14日やっていきましょう。今回大量釣り祭りじゃねえや、釣り大会がありますね。大量の方か、たくさん釣れるように頑張っていかないとですね。それはそれとして、畑のお仕事も頑張ってもらいましょう。おう、ユリパオ、ミゼリを頑張っておくれ。毎朝なんかプレゼントをあげるっていうのは恒例にしておいてありてもいいかもね。焼き芋だよ。ほら、今日のお給料だよ。何が一番喜ばれるのか結局よくわからないけどな。ほら、卵だよ。まあ、音符が出てるから、そんな悪くはないでしょうという、つもりで見ておきますけど。見てやりどーん。よし。これであとはお仕事全部お願いしちゃえばいいって、なんかすごいな。快適すぎて、これでいいのかなって思っちゃうぐらいだわ。まあ、あと乙女ロンだけは自分で回収しないといけないから、それだけ忘れないようにしておけば OK かな。あとはここのキャベツもレベル高いやつだよね。確か。レベル6。ある意味、この辺のレベルを上げるっていうのは、あれだね。このモンスターたちに勝手に収穫されないようにするためには、まあダンジョンの方で育てるのが理想っていうのは、まあ俺が気づかずやっていたやり方で良かったってことなんでしょうね。まあそうでなくても収穫を後回しにしてくれてるっていうのは、こういうのを自分でちゃんとやって問題なくね、やれるようにしてくれてるってことなのかもしれませんね。モンスターたちの収穫あまりにも早いから種のレベル上げるの難しいわみたいな、そうならないようになってんだかもね。明日は大量釣り大会ですね。魚は釣るよりも手づかみの方が簡単や思うんですけど、簡単ではないと思います。さてと、まあ釣り大会もありますけど、またモンスター小屋の拡大はやっておきたいかな。ついでにちょっと、やっぱこちらで種のレベル上げた方がいいんじゃないのかと、今更ながらに思いましたんで、ちょっとこちらで種まいていきましょう。ん？料理で尻尾落とすんだ。薬学上級。無理そうだけどな。おいおい、覚えたぞ。トロピカルーンの作り方を覚えた。なに？もしかして上級レシピパンじゃないと覚えられないとかあるのかな。何にせよラッキーですね。ねえ、ないでちょうだいよ。お昼だぞ。お昼寝の時間じゃないぞ。眠りとかあるんだな。眠り耐性とか、防具とかでつけておくとより良いって感じかな。魔法使いにこの一個も落ちなかったよ。もうすっかりいい時間になってしまいましたんで帰りましょう。もういいか。明日の釣り大会はどう？雨降ってるね。明日は大量釣り大会か。やっぱり嫌なのは変わらないんだな。お魚嫌い。だから魚渡したら嫌われてたんだな。やっぱり気をつけないといけませんね。では、ちょっと飼育小屋増築、お願いしましょうか。160本必要だけど。いいよ。小屋4つっていうのはどうなんだろうな。なんか綺麗な数字のようで、まあ、切りよく5出来上がるのもいいよねっていう感じはありそうだけど。ああ、まだいけるんだ。じゃあ、マックス5まで増やしてみるっていうのもありかな。ちなみに、モンスター小屋はどんな感じ？おー、てか作物？こちらも終わってるから、種買っとかないとな。で、んこっちじゃない。ああ、こっちに増えるのか。玉ねぎ組だ。あ、玉ねぎか。春の作物縛りなのか、この辺。え？ってことは、芋はないか。このゲームだと春の作物じゃないもんな。株組？株組だけど桜株組ではないんだよな。いや、そこは別に細かいところだから別にいいんじゃねえのってことか。なんだろうか。あとはモンスターたちに全部お願いするだけで OK だね。ねえ、カリン。何の祭りでしょうね。さて、まあ、せっかくカリンに会えたんで、これ渡してみようか。これなんか反応あったりするんかな。こんなものを渡さんで最低ねとか言われたりしない？試してみよう。これを私に一口くらいなら。うん。あんまりじっと見ないでよ。何？すごいドキドキする。あら。特に何もないけど、好感度に影響は及ぼされているんだろうか？あれー、あと10になってる。あんなに眠っていて大丈夫なのかと思う。余計なお世話、大きなお世話よって。こんだけでも会話してんだね、よく見たら。じゃあ一気に上がるっていうのは本当にあんのかな、もしかして。これでまた明日以降、日常会話に変化が訪れるかもしれませんな。となると、仲良しとあんまり上がっていない。なんでガジさんこんな上がってないんだろうな。
気になりますが、ガリさんとかにラブ飲みドリンクをあげるとかも一応手ではあるのかな。ゼゼ君とか持っててあげてみようか。何か変化があるかもしれねえぜ。せっかくなんで変身してこちらでラブ飲みドリンクをあげてみよう。お、3人で揃ってるの珍しいな。知ってるかって何よ。ああ、ゲートの属性ね。戻しんだろ。だいたい聞いたことある回だけかな。モンスターにも感情があります。食べ物や好きなものをくれる存在に懐くこともあるでしょう。ちょっとタイムリーだね。うん、新しい会話は特にない。やはり仲良しは足りていないな。ということは、やはりラブ飲みドリンクをあげるべきですね。なんだこれ。うん、体の芯がグッとくるぞ。やはり感情に何か影響を及ぼしてはいるのか。グルルバさん、いただきます。そこで。顔が急に赤くなってきました。アルコールが入ってるとかそういう系なのかもしかして。でも混合バナ1個でなんでアルコールになるんだっていう話もあるし。やはりお花の特別な効果なのかな。イボさん、この飲み物の効力、研究のしがいがありますが、影響力が強すぎるので、あまり人には勧めないようにしてください。私だけに飲ませてねってこと？もしかしたらそうなのかもしんないね。どうだろうな。見かけた感じ、すごい影響力あるようには見えなかったけど。あれでも結構仲良くなってない？普通に一個ずつ上がってない？もしかして。あー。これもしかして本当に、いわゆる、公式チートみたいな感じで、仲良しをあげるのめんどくさいと思ってるそこのあなた。今後バナたくさん育ててラブ飲みドリンク作れば簡単に仲良しを上がりますよ。みたいな。そういう要素あったりするんかな。まあいろんな好きなものを探して仲良くなるっていう、そういう楽しみを損なう可能性ももしかしたらあるのかな、これ。これからは封印するか。自分のルーンポイント回復用のアイテムにするか。今後は作らないか。っていうぐらいが、硬いやり方なんかな。でもこれがなんか、あれですね。なんていうの？救済措置みたいな感じで残されているんだったら、まあありがたいというか、混合バナ育てるの自体は結構大変だけど、この、誰かにとって嫌いなものをあげてしまって、なんか、ワーンごめんよみたいな感じにならずに済むっていう意味では、ありがたいのかもしんないね。なんかこう、あげて、モイカとかにね、魚にて、いやーって言われると結構ショックでかいから、ごめんよってならないのはありがたいのかもね。よし、ほどほどやったら寝ましょう。おやすみ。はい、ということでおはようございます。2年目の春の15日、大量釣り大会やっていきましょう。朝の方はお仕事やりますが、おお、いい感じに出来上がってるね。受付の時間をしっかりと忘れずにね、こなしておいて、確か1年目の春はね、大量釣り大会、受付を先にしなきゃいけないなんて知らなかったのっていう感じで、もうなんか悲しい結果になっていたと思いますんで、今回はそれ忘れずに参加しておきましょう。でもたくさん釣れば釣るほど勝てるみたいな感じだったら、なんかもう魚の種類とか気にしなくてもいいし、持ち物に飽きを作ってたっぷり釣りを楽しみましょうみたいな感じでいけるんじゃないかな。ウェールズさん、交流会の話はともかく、受付は9時からですね。ルールの確認をしましょう。より多くの魚を表彰式までにどれだけ釣れるか。17時から18時。他のやつとは変わりませんが、ちゃんと受付を期間、やっておかないといけないというのは相変わらずですね。でも受付してすぐに釣りに行かないと、あれでしょうね。この不利でしょうから。そのあたりは、おお、気を配っていた方がいいんでしょうけどね、本来は。まあ、そんなに気にするつもりはなかったんだけど、どれぐらい本気でやるべきか。2年目だと、ちょっと、若干周りの人たちも本気でやってるから大変とか、あったりするんでしょうかね。間違えましたーん。お、いい時間になってきたぞ。では、速攻で受付して。まあ、今日は、なるべく全力でいきましょうかね。ねえ、ガジーさん、あれ？久しぶりだったっけ？そうか、トゥーナには話しかけてたけど、ガジーさんには話しなかったか。いい天気だな。今日はゆっくり釣りが楽しめそうだ。命がかかってないからね、どういうこと？あれか、この坂、ここで魚を釣り上げないと餓死するぞみたいな、そういう生活をしていたことがあったんかな。ガジさんの格もちょっと気にはなりますね。手掴み飽きまへん。どういうこと？てか、篠梅さんが言われたんだろうな。手掴みでもいいか？ダメだよって。お魚さんは可愛いよね。まあ、ちょっとわかるけどな。
あの、引き締まった体が最高だよね、そういうこと。ほんまやな。美味しそうやな。噛み合っていない。ええ天気やな。なあ、ベルちゃん。お魚さんは食べ物ではありません。ここは平行線なんだな。でも、こんだけ価値観の相入れない存在でありつつ、ちゃんと親友同士っていうところが、この二人の、なんか本当にね、長い仲の良さ、みたいな、そういうバックボーンが存在するっていうのを感じられていいですよね。交流祭の話ではなくて。では、受付を。行きましょう。参加するか?参加しますとも。よし、受付完了だ。おやー。では、参りましょう。大量釣り大会。スタートです。どこで釣るのがいいんかな?にゃん!ダメだ。ここだとモンスターが多くてやりづらい。やはり、カルロス兄さんの運営しているここが一番いいのかな?お、みんないるね。大量集めにはちょうどいい。たくさん釣るから。負けないからってことね。やる気が不十分ね。だって、もう。これ他の釣り大会でも似たようなこと言われた気がするな。まあ、釣り大会にかける情熱はみんな、そんな感じなんでしょうね。よし。まずは1匹目。何匹釣り上げられるんだろうな。頑張ったら100匹とかいけるんかな。それ時間的に無理がありそうだけど。さゆりさーん。さゆりさんやさゆりさん。何か忘れてることはない。チャージレベルを上げるのを忘れるな。やまめさーん。チャージレベル上げた方がすぐ食いついてくれると思ったんだけど、その辺はどうなんだろうな。なんか気持ち早い気がするよね。釣り竿のレベルが上がったからという説もあるけど。はよ。あお!焦ってる。焦ってる。焦ってる場合じゃないよ。でもなんかちょっと反応遅れてもしっかり釣り上げられそうな感じがするから、やはりチャージは必要だと思うんだよな。アップ決め。まだまだ。もう春の魚をこれでもかというぐらい釣り上げるよ、俺は。あおー、もう焦っちゃダメなんだってばよ。これで一匹逃してよ。逃がした魚の数はでかいよ。20匹ぐらいは優勝ラインにかかってきそうなんだよな。少なくとも20匹以上は釣り上げたい。イカで、お、フンイカだ。初めて見たね。フンイカは小さいんだな。春の魚ってことなのかな ?10 センチ。見た目は結構でかく見えるけどな。他のイカと同じアイコンだからだけど。なんかめっちゃ釣れるぞ、封印か。春あんまり釣りしなかったからな。春の湖でいっぱい釣れるんだね。小さい漏洩で狙ったらいけるって感じか。長靴。長靴はやっぱり釣りの超過としてはカウントされないんだな。まあ大量釣り大会で魚を釣った匹数を競ってんだからな。長靴は数には含まれないわな。でも妹くんもこれには苦笑いである。でも魚でじゃないよ。砂漠で魚を釣るのは別にありなんだよな、多分。だから砂ひらめだけ集めますみたいなのも、一応参加のやり方としてはありなんでしょうね。はよ。うん。どんどん春の魚が増えていく。最高だね。順当にいけばイオンか、シノノメさんか、カルロス兄さんが、優勝候補として、踊りに出てくると思いますんで、彼らに負けないような本気釣りを楽しんでいきたいところだね。時間的なロスでもう2、3匹ぐらい、ビハインドがあるからね。果たしてやれるか。本当は釣り大会の会話も楽しみたいところなんだけど、まあ他の共通している部分もあったでしょうから、その大会のね、分で色々聞いてたと思いますし、まあここは、全力釣りでいきましょう。ヤマメー。何が一番よく釣れるとかあるんかな、やっぱり。このちっちゃいのは封印化である。この魚は必ず封印化なのかな、まあ、?10 センチ台の他の魚って他あんまいないでしょうからね。メダカとか、お料理とかで使うイメージないし。まあ封印化ぐらいなのかな。まあ他にもいそうだけど。封印化を、なんか魔法を使ってくる。リトル、ウィザードだな。あの子たちに、ぶんなりで、ほら魔法が使えないだろう、苦しかろうって言いながら。さあ。魔王使いの粉を落とすんだって、やることもできるかもしんない。まあ、あとはあれだね、それこそ、モンスターが封印状態になったら攻撃してこないみたいな風にすれば、そのモンスターだけにして、よし、じゃあご飯をあげるから、俺の仲間になるよって、そういうこともできそうではあるね。他のモンスターが周りにいると、なんか、特定のこの子だけを、
仲間に迎え入れたいっていうのが難しかったりしますから、この戦力を無力化するみたいな意味では封印化が役に立ってくれる場面もあるかもしれませんね。魔法系のねモンスターとかだと、そいつだけにが残ったとしても結局遠くから魔法を打ってきて、仲間にしようと思って近づいてご飯をありたりするのが結構大変だったりしますから、その辺を抑えるための役割が封印化にはあったりするのかも。あとは魔法系統で言うと、あれだね、この双子の獅子のボスがいたけど、片割れの魔法をめっちゃ使ってくる子がいたけど、あいつをなんか封印して全然攻撃してこない楽々戦闘スタイルに追い込んだりできたのかもしんないね。うん。おー、主の鱗。これも釣れるんだね。いや、ここ常に上位補充されるからめっちゃ釣りできるな。やっぱルンファの釣り楽しいよな。なんか、油断すると、うわ、間違えちゃったーみたいな感じで、釣り損じることはいっぱいあるけど。なんかテンポがいいというか。テンポいいし、いろんな魚いるしね。おお。で、それぞれこのアマゴだったらアマゴの塩焼きみたいな、固有の料理がちゃんと用意されてるっていうのもなんか気合入ってるしな。うん。うん。サヨリがいっぱいいるね。てか、パパパパパーとテンポよく釣ってるおかげで、なんと40匹目、いきましたね。なにー、もじゃもじゃいっぱいだったよ。仕方がないな。シアさんに魚を割りちゃいましょう。40匹か、きりいいし、行っちゃおうかな。でも、粘って、41匹ぐらいは釣ろうか。おお。はい、あげる。敵に塩を送る。今も言っておくことがある。私にカボチャの煮付けを送るんじゃないぞ。やっぱりそうなんだな。目を合わせただけで無理なんだ。カボチャの煮付けに目はないと思います。わかりました。絶対に持ってきません。まあ、なんでもいいんだ。でも、その話を先に振ってきたのはあなたと。うわぁ。ときめき期待をいただいて。ああ、しまいないのかよ。あげるね、兄貴。俺の好物だ。お魚全般好きなのかな。ときめき期待も喜んでくれるんだね。よし、それでは、結果発表行きましょう。42匹でしょう。いいとこ行くんじゃないのかな。まあ、50匹がラインだよって言われるのはギリギリわからんではないからな。まあ、3年目とか4年目とか、あるいは10年目以降とかだったら、なんかその辺が優勝ラインになっていてもおかしくないと思うけど。でもな、イカ釣り大会の感じからしたら全然余裕で優勝しそうだけどね。どうでしょうかね。結果が出たようだ。今回の大量釣り大会優勝は？いや、俺です。42匹を釣った妹だ。ま、当然の結果だね。準優勝は15匹でというな。頑張りすぎちゃったわ。単位は10匹でまあ上位だ。まあ、20匹でいればよっぽどのことがないから勝てるんかな。でも、あれだな。イオンとカルロス兄さん、全然釣ってないな。大量釣り大会ではあまりにも強すぎるから、あれかな、もう殿堂入りしちゃってるとかあったりするんでしょうかね。あれうっそん。料理、覚えられないのちょっと悲しいわ。でもせっかくこんだけもらったんだから。こんにちは。とりあえずしまっとこうかな。もう冷蔵庫いっぱいだよ。冷蔵庫いっぱいだよ。待って帰る気がいないよ。とりあえずお料理やるか。大量釣り大会優勝をちょっとみんなに褒めてもらおうか。水場さえあれば生き残れそうだな。魚がいればね。まだ遊ぶ？勝ったの妹が。今日って何の祭りだったっけ？お祭りに本気で参加していないというか、もう一緒にそういう話をしていたのではないのか。こんばんはでこんな明るい感じで声かけてくれるんだったっけか。優勝だよ。そうでしょ。おお、しっとり。こんばんは会話って意外と聞いてないな、こうやって見ると。皆さん優勝ですか？ 4 ちゃんくらい釣りが上手なんですね。せやで。という感じでございました。あれ？てかヘーゼルさんの会話とか全然聞いてないな。おお、お家にいたね。おお、なんか、スルッと、ぬるっと黒くなってきましたね。さすがだね。ま、食べきるのに困ったら出荷箱にでも突っ込んでいてくれ。言われてみればそうだったな。この魚どうしようかなってどんだけ食べようかなとか思ってたけど、冷静に考えたら出荷すりゃいいな。なんかマジで悩んでたわ。ありがとう、ヘーゼルさん。ラスク君。あれ、そうだったっけ？ラスク君も最近話しなかった？まあ、お仕事忙しかったのはあったけどね。釣りうまいんだね。でしょ。こんばんは、こんばんは。
フルテンさん。釣りが得意なのですね。そうだよ。非常にシンプルですね。もしかして釣り得意だった？今日得意になったんだよ。皆からたくさんの参上を得られて、余は満足である。お、そして収穫も問題なく終わってるかと思いきや一個だけ終わってなかったよ。こんな感じになると。これほんと冷蔵庫に常に種入れとかないと、あれだな、収穫の秋できちゃうな。ちょっと足らないんだよな、今持ってる分だと。では、魚料理を作って、ルンポイントを回復したり、出荷箱に突っ込んだりしながら、今日は終わりかな。封印イカ刺し。ん？てか封印イカ刺し高くね？ 7600 もすんのこれ。これは封印イカ全部イカ刺しにしようぜ。まあ料理のスキルレベルが結構高いから、これが作れるあなただったらこれだけの出荷額を得られても問題ないでしょうってことなのかもね。OK。では今日は寝ましょう。次大会優勝おめでとう。おやすみ。おはようございます。ということで2年目の春16日やっていきましょう。ちなみに釣りのイベントは、モコモコ感謝祭あったな。武器を選んでモコモコから木をたくさん刈り取ろうぜのお祭りですね。いや、これもちょっとリベンジしたいなと思ってたんですよね。双剣で言ったらいい感じにならないかな。ちょっとこれも楽しみですね。まあそれまでの間は畑の仕事をしっかり頑張って、またお金も稼いでいきましょう。今日は桜株大量収穫で畑の秋が出来上がると思いますんで、また雑貨屋さんで種買ってきて、この春の、あれですね、ラストスパートの種まきもやっておいて、まあその後はちょっと、蜂を捕まえに行きたいところですね。小屋を増築したんでね。毎日たくさん新鮮な蜂蜜が取れる素敵な牧場を作っていこうぜ。小屋の割り振りをちょっと考えてみましょう。ジェスリン・シルバルバが同じ組になってんだな、これ。ユリバオーン。あ、仕事の割り振りってこれでわかるようになってんだな。なるほどね。あ。これ押したら直接もうお願い切り替えられるんだな。すげえな。それは知らなかった。牛さんをもう一頭増やして。で、鶏さんももう一羽増やして。この最終を3対1、3対1みたいな感じ、キュウリ組、カブ組で登録した後に、副産物が出てこない子たちをどっか一つの小屋にまとめてみたいな感じにするのがいいかな。ユリパオンも、イチゴ組へ。ジスリンも、イチゴ組にやって、このイチゴ組がお仕事お手伝い小屋にする。なかなかいいんじゃない？てか、ジスリンだけ仲良しは高いな、こうやって見ると。一旦連れ回しして、仲良くなったことをお仕事の割り振りを、ドラスティックとかもちょっとありな気がするな。こんな風にすることもできるわけだしな。OK、じゃあちょっとイチゴ組の面々はちょっとまた仲良くなっていくっていうのも今後考えていきたいところかな。で、カブ組とキュウリ組の出来上がった秋と、玉ねぎ組のこの秋。ここにちょっと仲間を増やしていきましょう。それでは、オッドワードの谷では、ちょっとやりたいことがあるので、そっちもやろうか。ちょっと持ってきてるもんがあんまりないけど。そうか、トマトがあるぞ。これを渡せば切るんじゃないか？ということで、ちょっとハチさんを仲間にしようぜ。ヘイ、ホーネット。うちに来なさい。うちに来いよ。お前、うちのトマトが食べられないっていうのか。俺もトマトはあんまり得意じゃないけど、お前はトマトを食いよ。美味しくいただけよ。お前は美味しくトマトをいただかないといけないんだよ。なにおやつ。いただけ。お、来たか。このなりで蜂蜜落としてくれるよな。プスプス。いや、なかなかいい名前してんな。もう正直、俺が手を加えるところもないと思うんだけどな。うん。プスプスマルシーで。これでよろしいよ。よし、一旦帰ってくれましたね。じゃあ、このプスプスが、ちゃんと副産物で蜂蜜を落としてくれるかをまず確認しましょうか。これで大丈夫であれば、またプスプスの仲間を迎え入れていきましょう。あれ？こっちじゃない。カブ組が頭になるのかな？あ、あるある、やったぜ。蜂蜜。Thank you。
でもブツブツちょっと、だいぶ警戒してますね。ほら、蜂蜜食べて、この元気出しなよ。おお、一応蜂蜜大好物なんだな。やっぱ自分にゆかりのあるものは、いいねってなるのか。あ、しかもこれ収穫したやつって分かるようになってんだ。へえ。ってことは、キュウリ組はまだ収穫終わってないってこと？ああ、そうなってるんだ。へえ。あれ見れば分かるようになってたんだな。今更そこに気づくとは。やはり天才か。これでプツプツを、この玉ねぎ組に移動させましょう。仲良しがもうすでに2位になってる。あ、てかこれモンスターにももしかして、あれじゃない？なんだっけ、ど忘れしたけど。あれを渡したら仲良くなれるんじゃない？そのために今後バナいっぱい作って、モンスターと仲良しを早急にありまくるというのはありかもしんない、ね。うん。では、プスプスの仲間もちょっと増やしていきましょう。蜂蜜が好きなんだったら、冷蔵庫に蜂蜜残ってればそれをあげて仲良くなって、うちの牧場来いよってやることもできるかもしんないね。でも蜂蜜は残ってなかったかな。あったわ。これ持ってったろ。この二つで仲良くなってくれればいいけどな。まあ、ちょっと厳しいかもしれない。お、いるね。君に渡したいものがあるんだよ。ほらこれ、何かわかるかい？君の仲間からいただいた蜂蜜だよ。やん、受け取りなさい。どうだい？おー、でもやっぱり好物はあるんだな。俺の仲間の蜂蜜を持ってるということは、お前悪い奴じゃないな、みたいな。バズー。うん、バズバズかな。よろしいですよ。じゃあ、あと2匹欲しいので、バズバズ、トレードマークには一旦小屋に帰っておいてもらいましょう。まだまだ仲間を連れてくるからね。待っていてね。ボールが3回揺れたぐらいの感じだよ、これ。やっぱ、これだろ？さつまいもが欲しいんだろ？わかってるよ。やっぱねー。俺はわかってんだよ。君の名前は88だよ。くぅ。さつまいもばっかり渡すやつはしつこいから嫌いってなってる、もしかして。そんなことないだろ？生きる。大丈夫だって。あーん。一体何が不満なんだよ。お前が不満に思っていることを口に出さない限り、俺はさつまいもをあげ続ける。あげ続ければ理解してもらえるんだな。またハッチかよ。はい。ではここに来て、オリジナルの BB アットマークで行きましょう。え？この名前は使用できません。な、ぜぇ？アットマークか。アットマークって厳しいとかあるか？え、BB がダメなのか？いや、アットマークだよな、多分。じゃあ、BB？ これにしよう。あ、いけるよーん。やっぱアットマークだったのか。アットマーク厳しいな。BB？ なんかすげえご機嫌な名前になってんな。ご機嫌な蜂になるんだぞ、お前。ということで、なんとか今回の目標である、蜂さんを4匹、仲間として迎え入れること、できました。おお、素晴らしいね。これで毎日たくさん蜂蜜が取れるぞ。素晴らしい。あとは卵とミルクも一個ずつ増やせるとなお良しですね。この綺麗な形に統一したいよね。おお、蜂蜜がいっぱいだ。あとは定期的に、あれだね、連れ回してシルバルバみたいな感じで仲良しを上げていきたいところだね。いや、シルバルバあれで仲良くなってんのか？一応仲良くなるの早くなってる気がするし、クックドゥルとかと比べても仲いいから、やっぱり連れ回してると仲良くなりやすいよね。と思いますんでね。よし。いい感じに体力を減らしたところで今回はここまでにいたしましょう。プレイ。ちょっとモンスター小屋をあれこれ頑張るっていうのを結構進めたんで、そろそろまた、街の人たちと仲良くなっていく、依頼をこなしていく方も進めていきたいところですね。はい。それでは今回はここまでです。ありがとうございました。